探索2日目。体験版まだ続くね。1日だけで終わるかなと思ったら、序盤丸ごとどこまでできるんだろう。再会の花園。マップ名ってことね。ブリタンニーコハスのブリタンネそのスウェーだから、そのブリタンネーと、あとこの船内からワープドライブ機も消えたのが気になる。これも探すことになるのか。だからここに行くことになる。いろいろとやることは多そうやね、この体験版でもね。行きましょう。再会の花園、ブリトニーはどこへ。残り食料が2つしかないよね。こいつバカだから全部一気に飲んだんだよ。で、何探索1日目の場所と全然違うじゃん。ここどこよ。ブリトニーね、この辺りにいるはずだ。なんだよその自信は。食料も残り少ないことだし、時間を気にしながら彼女を探索じゃない、捜索しようとのこと。ああ、そうだ、これ時間制限もちろんありますからね。これピクミン、ぜひちょん。怖い、よく真下とか行けんな、何も分かってねえのね。ピクミンの出し入れはここからすることが可能で、まあ、とりあえず今21匹いるんで全部出しましょう。あー、出てきた、怖い怖い怖い。いろんな角度からお前集まってくんだよ。ピクミンの出し入れはオニオンの下で、あんな感じで出てくるんでね。気持ち悪い。ピクミン、フー、そのスウェー。なんだ？何インストールしてんのこれ。なんか、嫌なやつ映ってるんですけども、あれなんだよ、ニューって。ピクミンインフォ。ここからもうプレイすることが可能やね。まずはマップ確認してブリトニーを探せ。反応はここからあるので、ここを目指すことになるよね。なるほどね。こっちだよ。ただ待て、ここ行けないし。いる、もういる。なんかいびきかいてるけど。おなじみのやつやね。チャッピーだっけ。あ、そこにもいる。でもこのチャッピーちっちゃいチャッピー。ほんで、瓦礫がそこにあるので、ちょっとやっていかないと。コチャッピーやね。背中を狙って先手必勝。これうまくやっていかないとな。だからロックオン機能を使えば簡単できると思うんだ。これ一撃、撃破だぜって感じでね。で、回収してピクミンの数も増やしながら、この瓦礫もね。ほんで、次こっちかな。これ多分足りないと思うんだよね。あっちにも瓦礫があるってことはそういうこと。ここも入れてもらえ。探索2日目騒がしいな。いろいろとやること多いよこれ。で、引っこ抜かれて出てこいや。あの女が映ってるでかいカエル、おそらく倒さないとダメなんでね。で、犠牲もあるでしょうね。確実に何匹か消えるかもしれない。俺ピクミン上手くないよ、言ったけど。何匹もいろんな作品で殺してきたんで。日没始めね。あの、チャップに壊れて。いろんな死に方してきたんで。あ、で、こっち。これはまだこっちはいけなさそうやな、現時点ではね。まあ、いけるとこから攻めていこう。まだ破壊できない。あ、よかった。できた、できた、できた。で、ここの瓦礫も。なんか卵ないそこ。怖っ。なんかうかつに割れへんのよねピクミンって。この卵とかね、あまり触れたくないんだけど。なんだこれ。成長すると足が速くなる。葉っぱ、つぼみ、花、こういう順番よね。花が一番上ってことだ。ってことはこの中にはあのあれが入ってるんじゃないか。あー、蜜やね。吸ってる。これで花になるんすよ。ピクミン、ここするふーってなくそのすごいそれね、貼ってみる。ディバクシュツヒチョン。いや、観察したかねえよ、お前怖いぞこいつら。大地のエキスを吸うと花に成長する。ああ、もうちょっと待って、お前ら一人で吸うな。みんな仲良く吸いやがれ。花にはなってるけど、一部葉っぱのやつもまだいるね。みんな花にしたいな、この先の戦いに備えて。移動スピードとか、あと攻撃力とかも上がるんじゃないかな。もう全員花になって、もう仲良く吸えや。一部しか吸えてないよ。ここで吸えないやつはなんかピクミン界でも弱者なんでしょうね。そういう扱いを受けてると思う。今地上に32匹いて、隊列に32匹いるんでね。マックスいてこっち行けるようになってるよな。まあ、寝てるんで無理から戦闘する必要なくない？今攻撃チャンスとか言っちゃってるけど。
ね、避けられる戦いをやっぱ避けていくのがピクミンの攻略の術だと思うんで、これ電気触れない方が良さそうやね、赤ピクミンでは。すげえ指書いてるけど、後ろ後ろ、これだから静かに、あでもこれねやってる時の音で起きたりするんちゃうかな。あでもこの人数だったら大丈夫、もっとやってみよう。全然起きないねこのカエル無視しよう無視しよう、できることあれば。もう全部破壊したら強引に起きるとかいう、そんな演出ないよね、やめてよ。言ったでしょ、避けられる戦いは全部避けていくと、それが俺のピクミンのやり方。一匹たりともやっぱやられたくないんで、だから無視できるらしいので無視していくわ。あそこなんかいない、し死んでる、ふうバルタね、遅かったか諦めてんじゃねえよ。ブリトニーってなく手術は、あ生きてた。寝てたっていうね、緊張感ゼロか。寝相はそういう問題でもないと思うけど、まあ個性的なキャラクターですよこの3人の声優はね。それよりあっちに大きな果実らしきものを見つけたの、発見したの。私はここから出られないよ、代わりに見てきてくれない、いやお前を助けることをまず先にした方がいいんじゃないの、なんで果実優先やねん。あーでもあそこなんかあるんで、あれはどうしようもないかな今ね、だからやっぱ果実を優先するべき。あイチゴだ、めっちゃうまそう、でけえ。果実だとしたら大発見だ、なるほど、果実をどういうものなのか知らない設定なんでこいつらはね、もう地球人な我々からしたらすごいし食べ物ですよ、食いてー。またね我々が見てる視点とは違うからね、こんな大きくないから、この視点から見るとこんな大きいんやね。ちょっと待て、これ運ぶってなったらもちろん帰ってきた道を通っていくわけであって、そこにはそれがいる。でまたあの果実とか匂いがきついものはもしかしたらこのでかいチャッピーを起こすことになるんじゃないか。だからどっちにしろやっぱ倒すしかないんじゃないかな。まあもしかしたら避けられるルートがあるかもしれないんで、こっちから行ってみよう。これは赤ピクミンに戦いが得意、あそうなんだ、かなり好戦的な生き物なんやね。これ洞窟か、なんか聞こえない、いいいいって聞こえるなんかおじいちゃんのいびきみたいな聞こえるんだけど、えどこどこ、ふうちゃあ、っなに、なんかクラゲ、ロックオンできる、とりあえず投げろ、困ったら、おらおらら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 、おらららららら、オッケー、簡単にいけたね。で、なんか出てきた、これは岩ピクミン、これがおじいちゃんのなんかいびきの鳴き声してたやつ。まだなんか言ってない、いい、納得早いな。あら、あれを壊したいのかな、いいいいいい言うな、可愛くねこいつらおじいちゃんみたいな気持ち悪い。で投げる、こういうことね、戻ってこいおじいちゃん、あ破壊したわ、早いな、強いわこれ。あのもう出てくるとき気持ち悪いんだよねあの動き、エロ漫画とかで見る表現だからそれ。ピクミン、ムロ、ピクミン、チチウィッグ大好き。投げたいピクミンを LR、あ、なるほど、それで持ち帰れるのか。これ2種類目ですからね。投げるピクミンを選ぶ。状況に合わせてってことやね。ジョイ、ヌル。Y で一旦解散しよう。Y とか言うなよ。あここからね、数が増えれば増えるほどね、操作のその手順とかも多くなってくるから、めんどくさくなるんだよね。ああ、またなんか降ってきた。何、何、何、ああ、先倒した原生物か。ピクそんな落ち方すんなよお前、ドスイン言うとったからね、岩ピクミン大丈夫か今怖かったぞ。でこの辺にも何かあるらしいので破壊していた方がいいでしょうね、かなり数を増やすことができる。あと時間もやっぱ注意していこう、これね限りがあるので、今んとこまだ半日も経ってないから大丈夫だけど、なんか出てくる時の声がまたおじいちゃん、
ビクビン何なんだよこれもうちょっと可愛らしい声で出てきて。 OK、 これ赤ピクミンに持たせたらどうなるの。赤ピクミンに向かったすとあっち行くんじゃない。あ、お前待って待って、行くな行くな行くな、アホかお前行ったらあれチャッピーいるからことだよね。あ、じゃあ間違った間違った間違った、アホかお前行くんじゃねえ、俺のミスやけど。死にたがりのピクミンか、ほんとだよ。行ったら確実に死ぬからね。またなんか落ちてるよ。硬い、シンプルやね。だからこれを使って行けなかったとこ、なんかガラスのやつとかを割れるようになるから、まあ、これを手に入れたんで、ほんといろいろとできることが増えたよね。で、硬いということは原生物に対しても相性がいいということじゃない。寝てるあいつはやっぱどっちにしろ倒さないとダメなんで、これで倒そうか。いやー、うまくいけたらいいけどね。一匹もやられることなく、もうあのピクミンがやられる時の声っていうのが本当俺ちょっとトラウマなんでね。まずこっち行く。あ、いる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 。これだからもう岩ピクミン連続で投げつけるのがいいよね。オラ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 、いけたすげーこれでオッケーで、持って帰ってるよ。じゃあもうこの間に、あ、しまった、岩ピクミン3匹しかいないからな。その間にちょっとそことか破壊して、あとそこにイチゴあるんで、これは赤ピクミンに持って帰らそうかな。3人で、OK。まあ、こうやって本当いろいろとやっていかないとダメなんでね。あっちやってる間、こっちやって。まあでも今ただ待つしかないわ。とりあえず岩ピクミンの元に行こう。ブリトニーがいるから、どうだろう、3匹でいけたりするかな。とりあえず投げとけ。あっち回収しに戻るわ。運んでる運んでる、開けた、怖いな。回収中。あ、イチゴね。え、何、イチゴじゃない、ひだまりのりってなんだ。ひだまりのり、イチゴだろ我々の知ってるものと違うんだけど、絞った果汁は単位の食料としても適してます。ドリンクにされてるね。あー、これで一つ増えたわ、食料。あのサイズだってもっとなんか取れそうな感じするけどね。おかしくない？あのサイズでこいつら一人分の1日分の食料にしかならないからね。どんだけ取るの下手くそやねん。これ果実レポート図鑑やね、この辺は。ふう、首やパタパッ寝る植物学者のブリトンね。なるほど、そういう意味でも回収していかないとダメなんやね。あれをスルーして先には行けないってこと。で、なんかトロフィー的なものゲット。これだいぶ増えるんじゃない。おお、出てる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 。何匹、10匹くらいかな。全部引き抜こう。これ圧倒的に岩ピクミンがいた方が物語進めやすくなるよね。ちょっとチートキャラなような気がするわ。で、どう、割ってる。あ、割ってる割ってる、ナイス、仕事が早いな。やっぱそういった意味で赤ピクミンいらへんなで、個人的に全く必要ないわ。あ、で、ここにいるよ。割って終わりなのか。割って終わりであってくれよ。OK、割ったとともにすぐ自己紹介だ。イエーイじゃねえよ。身体能力やべえわ。の割には結構ぐっすり眠っとったけどね、コリコリっていう割には。ノリが軽すぎるやろ。もっと興味持って、お前こんだけいるんだからもっとビビれや。お前ら視点から見たピクミンめっちゃ怖えぞ。また数もやべえし。あ、レモン、正式名称は違うんだろうけどね。そこにも大きな果実があるわ、協力して取りましょう。なんかギミックが複雑そうやね。私を投げて、え、何、ド M？ じゃ投げますよ、はい。ワッホーって喜んでる、やっぱド M じゃねえかよ。なるほどね。そこにピクミンを投げて、あ、そうだ、ピクミン3といえばやっぱこんな操作方法だったわ。3人で協力してね。だからこれのまたギミックがめんどくさいのよ、このリーダーを切り替える感じのやつがね。いろいろと分散してやらないとダメなんで、リーダーをこれに入れ替えて、そしてこのようわからんレモン、正式名称はわからへんけど、これで OK。も
も何も邪魔するものないよね。あのカエルが復活してるっていうのもなさそうですし、大丈夫だよね。いないよね。いたら大変だよ、食われるわ。でこの先なんかいろいろとあるらしい。いやあるよね、いろいろと。なんかいるよね、ほんとあそこ。ちょっと待って、なんかいろいろといるんだけど、これなんかあったりしないの。何もない、何も、本当に何もないわ。でこれ卵破壊した。はい、すえ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 。なんかめっちゃなんか奥いるんでね、あれ怖え。なんだよ、ほんで半日経ったら今チャリンチャリンになったでしょ。あと半日、これはどうする。明らかになんか岩抱えてるので岩ピクミンを使うことになるよね。とりあえず一匹一匹を相手にした方が絶対にいいから、岩ピクミンで、おらーおらららら、オッケー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 、レスレス、あ、戻ってこい戻ってこい、近づいてきてる、怖い怖い怖い。これ他にも岩あるけど、まさか全部生物。あ、一発で割れるんやな、怖いわ。またこっちにもいるんで、おらら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 、オッケー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 。これ簡単やね、本当に。こっちは何これ、あ、瓦礫だ、なるほどね。そこ橋になってるから、これ破壊することによって、運んでどうぞ。あ、危ない危ない、あっち湖なんでね、落ちてないよね、大丈夫だよね今。投げすぎたら落ちるよ、危険。この辺落ちてるのも回収して、あっちにも瓦礫あんのか。あー、で何なんだ、また電気あるやん、これ怖い。あれ今どうしようもないから触れない、触れたら大変なことになる。これ赤ピクミンもね、全然使ってないから、おめえじゃねえメス豚、おめえじゃねえよ。こっち戻ってこい、うとしいな。やっぱキャラが増えることによってほんといろいろと不便になることがあるから邪魔やな、ね、どうしよう、岩ピクミン回収しに行った方がいいよな。ここでのことを終わってやっていこうか。まずね、目の前のことを終わらせてやった方がいいと思う、回収とかそういうのはね。完成で、この橋多分ショートカットになっていて元いた位置に戻ると思うんだよね。運べてね、あ、おめえじゃねえメス豚うっとしいなこいつ毎回投げ間違うわ。ちゃんと見ておかないとね、全部、あ、危ない危ない、その辺もね、取り逃すとこだった、大変なことだよお前、これ取り逃したらね。あ、イチゴもあるよ、何も取り逃してないよな、全部ゲットしてるよな。もう日没のあれは嫌だから俺、こっち行って、うん、やっぱこれショートカットになってるね、さっきいた部分なんで。元の位置に戻ってきたぜ。でやることもう終わったことね、あと何ができるんだろう。道、あー、こっち、あ、そうか、こっちあるのか、だから次こっち。いや全然まだまだあるやんこれ先駆け、体験版まだ終わらへんの。今ブリトニーと出会ったくらいで終わんのかなと思ったらまだやね、まあ、一人出会えてないしね、隊員に。でもこれまずやっぱ岩ピクミン回収しに行った方がいいから、そっちをちょっとしていくわ。 OK、 全て回収可能で現状73匹、もうだいぶ増えたね。卵とかちょくちょく見たらたくさんあるんで、この辺も、はいはいはい、すえ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 、全員花にしたろう。吸ってる吸ってる、めっちゃ美味しそうにすんだよなこいつら俺も吸いたくなってきたわ。 OK、 まだ吸ってんのかい食い意地張ってるやつやな。ここにもあるよ、吸え吸え吸え、シューあ、やばい、もうあとちょっとで終わるな。どうしよう、探索2日目、まあ、まだ時間あるのでちょっと次目指してみようかな。こっちね、なんかいる、あれ見たことある、初代からいるやつだ。あれはこの赤ピクミンで倒さないとダメなやつだよ。どんどん言うば、レーダーに反応があるぞ。どうすぐ、ふう、キャプテン、ちゃん、キャプテンいいの、ちゃんとこの先こっから通って、あー、行くとね、早速行ってみよう。目の前にようわからん生物いるのよく行きたがるなお前ね。ちょっと待って、ここちゃんと分けておかないと。で赤ピクミンだけをちょっと回収して、で赤ピクミンだけでいく、これね。あ、攻撃しろやあ、しまった、またこれあのメス豚投げてたわだから最初ピクミン攻撃しなかったんだよ。 OK、 まあ簡単倒すことができたね。こっちに関してもメス豚投げないように、メス豚ってナチュラル言っちゃってるけどね俺ね口悪い、ごめん、ナチュラル言っちゃうわ。
赤ピグミを使えば簡単に倒すことができる。まあ本当初代からいるやつなんでね、これのやつは分かってる。でもまあでも僕やっぱ3全部やってないので知らないキャラクターとかも当然いるわけなんでね、その辺がどうなるか、まあそれはそれでまたその時対処しよう。向こう岸に橋の材料になりそうなものが見えるけど、また橋かお前、全部崩れてんじゃねえかよ。ブリトニーさんと協力したらなんとかなりそうだ。ブリトニーペナ注意アムフピチ。え、どういうこと？ブリ、まあ、だからピクミンを一旦置いておいて、でブリトニー、あ、ノピクミン離れて、もういいから。あーでこれで OK か。でブリトニーに操作キャラを変える、こういうことよね。そこ登れる？登れへんのかい。うっとしい。そこの段差くらい上がれや。だからこれやっぱあれだよ、アルフに変えてちょっとピクミンを一回離したいんだけど、OK、でも投げるんだよねこのメス豚を。またナチュラルに乗っちゃってるから、こういうこと。ただちょっと時間注意ね。待て、まずこれアルフでピクミン回収しておかないと、取り逃してないよね。大丈夫だよね。今地上に89匹いるんだけど、そこのとこちゃんとやっておくからね。これはもうネタ抜きで、俺ほんと日没でピクミンやられる光景見たくないんで、それも見ちゃったら製品マン Amazon 予約解除するから。俺あの瞬間本当に嫌いなんで、ちょっとトラウマ。僕はピクミン出会ったのほんとめっちゃ古いんでね、あの時から嫌なんで。あーもうすぐ日没だ。そう襲われてしまうようには違いない。決めつけや。この中にいたらいいんで、とりあえずは。これ全体ならいいんだけどね、この結構入ってない部分もあるから注意ね。隊列とオニオンの近くのピクミン以外は日没陣オニオンに戻れず死んでしまう。もう自分の意思で戻れや。ピクミンは自分たちの意思があるのかないのかいまいちわからん生物なんよね。ドレイクゴン近くで A を押したら、あ、なるほど。いやでもあのメス豚あっち放り投げたまんまなんでね、まだちょっと時間あるし、こっちで。でもこれピクミンどうするんだ。ピクミンはこれ水あるから連れてこれないよね。あーと、ほんでこれ岩ピクミン確実に必要だし、あ、なるほど、そこから、あー、なるほどね。これどうだろう、まだ間に合うかな。ちょっと頑張ってみようと思う。探索2日目、これで終わりじゃなくて。だから、あそこから投げて、岩ピクミンをあっち側に渡すんだ。間違っても、そこの水に落とさないように。全部落としたら、これ大変なことになるからね。ZR でロックオンして、ああ、もうこれロックオンしておけば間違いなくいけるから。とりあえず、これくらい投げておこう。で、アルフ側に関しては、もうちょっと怖いから、あのサークル内にちゃんといて。もう日没、間近なんでね。この中にいて、で、ソースキャラクターまた入れ替えて。はい。ちょっともう、この2日目で全部橋完成させておきたいな。いや、言うとるけどね。頑張って。あ、やばい。でもこれ、どうしよう。橋、あ、でもね、10カウントが最後あったはずよね。あるはずなんで、その終わる前に集めたらいいだけの話だわ。運べ。まだできる。この2日目まだ終わりじゃないぞ。あっちにもあるからね。2 落ち込んでんじゃねえよ。まだある仕事は。仕事したがりのピクミンさん、あー、お前ら待て、こっち来い。どこ行くねん。クモン、何勝手破壊しとんのよ。あー、やばい、テイクアウト始まった。もうさすがにやめておこう。いるよね、ちゃんと。うん、大丈夫。今もう隊列にピクミンが揃ってるので、もう何もないと思う。あー、でも目の前の26の瓦礫運びたいな。中途半端終わらせたくないんだけど、もう無茶は禁物です。これはもう動画としてエンターテインメントしたの面白さはいらないからね。そんなもうネタなチャンネルじゃないから。真面目にガチでやるチャンネルなんで。だからもうこれはこれで今日を終えよう。何も不幸は起こらないでしょ、この日没後ね。ゼロー。これまたカウントも怖いよな。岩ピクミンは大丈夫？うわぁ、来た、ギリギリセーフ。コチャッピーもいいじゃねえかよ。
もっとゆとり持って帰った方がいいんじゃね結構あと数秒間違えたら全部食われるよあれ。怖いわ。ビーバーピクミンちゃんとついてきてるね。おっとなんだこれ。合体。実に興味深い。何福山雅治的なこと言ってんだよ。オニオンは合体する。昔はそうじゃなかったはずなんですけどね。今は合体して、まあ便利になってますよ。残りの果実、あ、そうだ、二つね、また手に入れたんで。これは、ときめきの実。レモンじゃねえのかよ。こんなでかいのに、一個分しか出来上がらないというね。その一個。あ、じゃないな、二つ。半かな？一つ半か。半分ってあるんよね。あ、そっからまた継ぎ足して。おいよ、味がごちゃ混ぜになるわ、お前。飲めたらええんか。味気にして、もっと。レモンとイチゴを混ざったやつとか飲みたくない。なんか色やばいやん。ファミレスでこういうのやる子多いけどね。コーラとかいろんなもの混ぜたり、あの時の色に似てる。うまかねえだろ。え、なにこいつ。アルフ君の分は少なめに。あ、そうだよ。こういうキャラクターなんだよ、こいつ。本音伝わってきてるよ、プレイヤーに。嫌なキャラ、もうそれぞれキャラクター性があって、まあ、これ結構嫌われてる印象やけどね、当時から。そらね、アルくんの分は少なめにとか言っちゃってるんだけどね、健康を考えて少なめにじゃないからね、自分が伸びたいがためにってことやから。食い地張ったメス豚、最悪じゃねえかよ。この探索2日目体験はどうやらまだまだプレイできるようであって、いろんなことがありました。新たな出会いがありました。うん。で、一度もピクミンやられることなく終えれて、ひとまず安心ですね。これ日記だ。探索2日目。回収した果実はドレイク号で分析したところ、コッパイ星人の食糧になることが判明した。この惑星には他にもこういったものがあるのかもしれない。はぐれいたブリトニーさんとも合流できたし、確かな希望は見えてきた。アルファ何も知らないからね、自分の量が減らされてるってことを。だからちょっとお腹空いてるんじゃないかな。あまり頭回ってないから、いつもより文章少なめだったように俺には見えたぞ。1日目もっと書いてたから。これで探索2日目は完全に終了。まだ続くんかな。